さあ第6試合クラッシュスーパーバンタム級、赤コーナー光輝選手のセコンドにはタケル選手の姿が今見えましたね。地元の、先輩ですからね。もともと光輝選手のジム経営してたジムに、まあ、タケル選手が通っていたということです ね。お父さんの鳥取のもともとのところですよね、はい。さあ大岩選手の顔も見えます。ラウンド、さあ第1ラウンド、この2人身長が、健介選手が173センチ、そして光輝選手が160センチと13センチ違うんですが、バンタムで173センチ大きいですよね。健介選手しかもサウスポーですからね、この自分のリーチ距離感をうまく生かした戦い方ができてますからね、いつも、はい。松倉選手、この身長高い相手と戦う場合気をつけなくちゃいけないところってどういうところなんですか。そうですね、やっぱ距離が遠いんで、まあ、サウスポーっていうのもあって余計多分この入りにくいっていうところ、入ったところを合わせてくるっていうのが多分うまい、人がやっぱ多いんで、はい、その距離感の奪い合いっていうところはすごく大事なキーポイントになってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。これ逆に飛び込んでしまうとパンチも来るし蹴りも来ますよね。そうですね、入り方を注意していかないと、不用意に入るとやっぱりそこは怖いんで、光輝もやっぱ爆発力がすごい、選手なんで、もう入ったらやっぱそこはもう光輝の、得意分野だし、本当そこの距離の奪い合いすごく大事なところになってくると思いますね。じゃあいかに早くあの健介選手の懐に入ることができるかどうかということですね。そうですね、お互いそこの取り合いになってくるかなというふうに思います。健介選手は、ね、このあの足技じゃなくて、はい、パンチ蹴り膝すべていいんですよね。はい、そうなんですね、長距離中距離近距離すべていいので、非常にレベルが高いんですよね。おっとこれはやはりパンチが届きにくいですね。はい、そうなんです、ちゃんとミドルキックもちゃんとね、あのポール選手のパンチが入らないところでちゃんと蹴って戻してるし、入る隙を与えないんですよね。入ってきてもうまくガードしてますよね。そうですね、はい、いや、うまいですね、テクニックありますね、すごく。さあ1ラウンド目、残り時間が1分10秒というところです。もう健介選手は前回がね、あの元 K-1 チャンピオンの椿原選手、今回、ね、元クラッシュ王者の光輝選手というね、それだけ、まあ、実戦のキャリアで大松選手が行った、インデバ一気にこれちゃう、すげー、効いてますね、効いてる効いてる効いてる、はい、これなんですよ、光輝の強さ、これなんですよ。さあ1ラウンド、まだ残り時間40秒以上あります。いや、気をつけろ、決めましたね、すごい。さあ、タケル選手と抱き合っています、光輝選手。いやー、鳥肌立ったこれは大きいですね、この勝ち方。はい、いや、松倉さん、どうやってこの距離を縮めるかという話をしてたんですが、そうです、正直あの、はい、腕とかお腹の赤みを見ると分かるんですけど、ニトリも蹴り分けてるんですよ、あの腕の高めを蹴ったりお腹蹴ったり、腹効いてきたり膝って、結構すごいうまかったんで、はい、そこを本当に気持ちでね、もうあの踏み越えてそこで一発当てて倒したというのも本当に、素晴らしい勝ちだなっていうふうに思います。これは、まあ、本当でもね、あの健介選手めちゃくちゃ強いです。これびっくりしました、本当にめちゃくちゃ強いんで、相性は悪かったですよね。いや、正直悪かったです、あの、うん、本当に光輝がここで一発当てれたんでよかったですけど、本当に、紙一重じゃないですけど、めちゃくちゃ強い選手だなっていうのを感じました。光輝選手、自分でチャンスをつけないなんて勝てない選手でしたからね、うん、そうですね、こじ開けたっていう印象ですね、うん、本当にそうです。まあ、健介選手は7戦してここまで KO ですけどね、だから攻撃力ありますよ、大きい選手って結構こう攻撃が緩かったりすることも多いんですけど、はい、すごい殺傷能力のある攻撃だったし、うん、よく本当に攻撃がよく乗り越えたなっていう、まあ、本当にこうちょっとあの、ね、身近なやつなんでちょっとこう寄ったあれになっちゃうんですけど、はい、すごい頑張ったなっていうふうに思います。これは石川さん、やはり光輝選手が健介選手の蹴りを見てましたよね。そうですね、まあ、それをかわしてというか、はい、いやでも波の選手じゃ健介選手は勝てないですよ、本当にうまいさ、このぐらい、はい、蹴り分け方だったり技の引き出しも多いし、今松倉選手にスポーツが届きましたね、はい、でもちょっと、はい、もう本当におめでとうしかないですね、これ。そうですよね、はい、確かに。さあ、その勝利した光輝選手、今からぜひ一言いただきたいと思います。
まあ、前回のあそれではですねここで幸喜選手から一言いただきましょう。じゃあよかったベルト取ります。応援よろしくお願いします。スーパーバンタム級今日盛り上がっていますね。そうですね、今日いい試合がついてますね。はい、さあこの第6試合は幸喜選手が1ラウンド2分22秒で TKO 勝ち、 KO 勝ちノックアウト勝利しました。そして今幸喜選手と武選手笑顔で記念撮影しています。選手対応。